一番伝えたいことはですねっていうものなんですよ。どうも、とこまかなたです。今日はですね、Google Pixel 4の1ヶ月使用してみてってことですね、レビュー動画を投稿してみました。ぜひ最後までご覧ください。では行ってみましょう。はい、まず結論から申し上げますと、買ってめちゃくちゃ良かったなと思っております。大満足です。はい、価格に関してはですね、月々5000円ということで、普通のスマホがですね、本体が1000円から2000円ぐらいということを考えると、月々3000円以上のですね、本体代を払っているという、かなり大きな出費となってはいるんですけれども、めちゃくちゃ大満足しております。はい、まずですね、こちらの純正のケースをつけてみました。こちらケースもですね、1万円するってことで、ケース自体もめちゃくちゃ高いんですけれども、やっぱりですね、もともとが高いので落としてしまったらやっぱり不安ですよね、ということでこちらケースつけたんですけども、かなりですね、肌触りのいいケースになってまして、そして色味もですね、真っ白じゃなくて、ちょっとこう動画では伝わりづらいと思うんですけど、ベージュが入ったような色で、少し汚れ対策だったりとかいう形でですね、この純正のケースもすごいおすすめです。はい、でですね、まず、何がいいかって言いますと、このサイズ感もいいんですよね。このサイズ感意外になかなかないんですけども、この、閉じた時のサイズ感もいいですし、開けた時のサイズ感もすごくいいです。ギャラクシーとですね、よく比べられると思うんですけど、ギャラクシーもですね、横に、回転した時はですね、いいサイズ感になると思うんですけど、ちょっと縦長なサイズ感なので、通常ですね、使う分には正直、個人としてはPixel 4の方がすごく使いやすいのではないかなと思っております。あとはですね、ケースつける前のすごいこう研ぎ澄まされたようなデザインも良かったんですけど、ケースつけた時のですね、フィット感もですね、すごく良くて、重さすごい気になると思うんですけど、多分ケースつけたら多分 300g 超えるぐらいなんですけど、意外にですね、慣れたら全然気にならないです。はい、ちょっとこれ少しびっくりしてるんですけども、ただのですね、スマホって思うと重いと思うんですけど、もはやタブレットという感覚でですね、持ち始めると軽いとまではいかないんですけど、全然重さはですね、今ほとんど感じないですね。はい、あとはですね、メリットとして感じている点としては、この横のところに指紋認証のボタンがついてます。ちょっとですね、ボタン配置については上が指紋認証、下が音量ボタンということで、ちょっと分かりづらいっていう点なんですけど、指紋認証はですね、もうすごく優秀です。パッと開きますので、すごく優秀で、ほとんどですね、タッチして反応しないってこともないので、すごく指紋認証が優秀ってところもメリットですし、前回の動画でもご案内したんですけど、左フリップでですね、戻るっていう動作が、これも独自機能のようなものですね。すごく便利な機能ですね。はい、あとカメラなんですけども、こちらまたギャラクシーと比べた時ですね、ギャラクシーはですね、どちらかというと最初からこう色味が乗ったようなですね、こう映える写真が撮れるんですけども、ピクセルフォールドの場合はですね、結構フラットなナチュラルな写真が撮れます。ただですね、逆にそちらの方がいいんじゃないかと思います。後からですね、自分好みに加工しようとした時にですね、最初からこう結構色味のあるビビッドな写真よりもですね、こうナチュラルな写真の方が自分好みに加工しやすいですので、カメラもですね、正直個人的には好みなのかなっていうところと、あとはもうこれ当たり前のことなんですけど、こういうふうにですね、スタンドみたいにして写真を撮れたり、写真を撮りたい動画を見ますと。あとはこれもですね、いろんな動画で出てきてると思うんですけども、こういうふうにですね、自分に向けてすごい4800万画素ってですね、綺麗な画質で自撮りを撮れるっていうのもですね、大きなメリットではないでしょうか。はい、あとですね、すみません、ここまで来て一番伝えたいことがあります。はい、一番伝えたいことはですね、読書がはかどるっていうものなんですよ。はい、読書ですね、大人になってですね、やっぱりなかなかこう勉強する機会って少なくなってくると思うんですけれども、自分が習慣にしたいものとしてですね、読書、朝活、英語の勉強で、この3つをですね、ずっともう10年ぐらい前から掲げてるんですけど、読書も、朝活も
英語の勉強もすぐやめてしまうんですよね。ただこの Google Pixel 4本当に読書にめちゃくちゃ最適でして、まあ、この画面がですね、もう本当にこう単行本を見るような感覚なんですよね。まあ、単行本がちょっとちっちゃくなってるぐらいのサイズ感だと思うんですけど、まあ、この画面サイズの読書が本当にめちゃくちゃ良くてですね、はい、まあ、Amazon のですね、Kindle で、本は読んでるんですけれども、まあ、普通にこの画面サイズがいいっていうだけではなくて、まあ、ちょうどいい文字のサイズ感に変えれたりですとか、本によっては、まあ、大事なところが太字になってたり色味がついてるっていうことで、大きさだけじゃなくてですね、こう見やすさとしてもすごくいいんですよね。一番伝えたいのは、まあ、読書がはかどる。これだけでもですね、最初にお伝えした、まあ、3000以上払う価値があるんじゃないかなと思ってます。はい、あとはですね、もう一つすごくいいメリットとして、まあ、地図がめちゃくちゃいいですね。はい、結構地図、まあ、皆さんも使うこと多いと思うんですけど、特にですね、まあ、行く前だったりとか実際行ってから場所が分からなかったりっていうことあったりすると思うんですけど、まあ、このですね、まあ、大きな画面で地図が見れるっていうのはすごいメリットなんじゃないかなと思います。はい、まあ、実際ですね、まあ、地図を表示して、まあ、ストリートビューですね、 Google マップのストリートビューっていうのがあると思うんですけれども、まあ、こんな感じでですね、建物の位置によって、まあ、どっちから入るんだろうっていうのがあったりすると思うんですけど、まあ、ちょっとぐるぐる回ったりするのも、まあ、ダサいので、まあ、正直ですね、まあ、事前にかその場でもいいんですけど、パッとですね、こっちだっていうのをですね、ストリートビューなどを使って、判断できるっていうのはかなり大きなメリットですね。このまあ読書と、まあ、地図、マップがすごく便利に使えるっていうだけでもかなり大きなメリットなんじゃないかなと思います。はい、まあですね、まあ、あえて、ちょっと残念だなと思った点を挙げるとしたらですね、まあ、他の動画でもご紹介させていただいたんですけど、ちょっとまあ CPU という処理能力がすごいよろしくないということでですね、例えば原神だったりっていうアプリができないことはないんですけど、まあ、サクサク動かないということで、まあ、初代 Pixel Fold ということでですね、もうすでに次のちょっと Pixel Fold 2をすごい楽しみにしてまして、まあ、もうちょっとですね、まあ、もう少し軽くなって、そして処理能力もですね、Pixel Fold 2で上がると思うんですけど、まあ、1年2年後にですね、もう買い替えたいなと思ってるぐらいすごく、はい、気に入っております。はい、はい、いかがだったでしょうか。もう本当に読書とですね、地図、この2つが大きなメリットですね。まあ、読書したいんだけどもなかなか、続かないっていう方はですね、それだけでもこの Pixel Fold 持つ価値があります。まあ、ただですね、とはいっても値段高いとは思いますので、まあ、そういう方はですね、まあ、Kindle の、専用のタブレットだったりですとか、まあ、iPad mini で併用でもいいと思うんですけども、この1台で、まあ、スマホ、タブレット、やっぱり使えるっていうのは本当に大きなメリットなんじゃないかと思います。そしてですね、まあ、読書したいという方はですね、まあ、Kindle でですね、たくさんの本をですね、一個一個買うのではなくて、まあ、月額制でですね、買ってたくさん読むってこともできますので、とりあえず読みたい本があるって方もいると思うんですけど、まあ、読書の習慣をつけたいって方はですね、月額制でたくさん読んでみて、そこから、実際ですね、自分の読みたい本を読み始めるとかでもいいかもしれません。はい、この動画ですね、参考になったって方はですね、今後、お得な情報、便利な情報をたくさんお伝えしていければと思っていますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてですね、少しでも役に立ったっていう方はですね、いいねとコメントお待ちしております。ではまた次の動画でお会いしましょう。